ナンバー I の成功、神宮寺勇太とファンの熱狂による圧倒的な購買力。広告業界にも大きな影響を与える注目のアイドルグループ。ナンバー I の成功、神宮寺勇太とファンの熱狂。日本のエンターテインメント界でアイドルグループの成功はしばしばそのメンバーのファンベースとその購買力によって支えられます。 その最新の例が、ナンバー・アイという新しいグループで、神宮寺ゆうた、平野紫耀、岸ゆうたの3人からなるこのユニットは、そのデビューから驚異的な成功を収めています。この記事では、ナンバー・アイの成功を神宮寺ゆうたを中心に考察し、ファンの熱狂と購買力が広告業界にも大きな影響を与えている事例を探ります。 神宮寺優太は、もともとキングプリンスへの一員でしたが、今年の7月に滝沢秀明氏の事務所、戸部に合流し、ナンバーアイのメンバーとして新たなスタートを切りました。彼は GQ ジャパン12月号特別版の表紙を飾ることが発表され、これが遺跡後発の表紙となりました。この発表に続いて、雑誌の予約開始直後、 各ネット書店で売り切れ続出という現象が起こり、その瞬時の人気ぶりが浮き彫りになりました。紙面では、神宮寺は、ジャパニーズデニムをテーマに、瀬戸内を車で旅しながら、デニム作りについて学ぶ内容を提供しました。 彼はインタビューで夏からダンスレッスンとボーカルレッスンを再開したことに触れ、インプットする時間を取ることによって自分が健康になるというか心が健やかになるんです。と述べ、ファンに向けて自身の未来予想図についても語りました。この表紙を飾ることが決まった背後にある理由について、 同志の PR 担当者は、神宮寺さんは GQ が思う現代のジェントルマン像を体現する方であり、旅と車という12月号の特集テーマにもふさわしいので、起用いたしました、と説明しました。実際、解禁された表紙カットでは、神宮寺がシンプルで落ち着いた印象のコーディネートで大人の魅力を醸し出しています。この成功に続いて、 GQ Japan 12月号特別版は大手ネット書店で予約終了となる瞬殺状態に陥りました。ファンたちは SNSA で予約難民となり在庫切れそうすぎ、急いでサイトを行ったけど全部ダメだった予約できなかった人メッチや多いといった感想を共有しています。 このような状況から、個人店が定価の倍以上の価格で雑誌の予約を受け付け、すでにプレミア化しているという報道もあります。これは、ファンの購買力がどれほど高いかを示す証拠と言えるでしょう。ナンバーアイの成功において、神宮寺ゆ太ただけでなく、平野紫耀も大きな役割を果たしています。 9月末、平野はファッション誌、L ジャパン、11月号の表紙を飾り、その発表後、各ネット書店で売り切れに、予約開始からわずか1日で重販が決定し、一部のリアル店舗では異例の、抽選制、での販売になるなど、ファンの熱狂ぶりが話題となりました。 平野は以前から表紙を務めた雑誌を完売させ、その圧倒的な人気は変わっていないことが証明されました。さらに平野がインスタグラムに掲載した写真で身につけていたアイテムが大ヒットを記録しています。彼は世界的ダンサー DA あった後のダンスコラボ動画で被っていたアトモスピンクのキャップが再販され、高級ブランド品も売り切れるなど、 ファンの購買力の高さが浮き彫りになっています。ナンバー I に合流したばかりのキシユタも爆売れ効果を期待させる出来事を経験しました。彼は XQ ツイッターで夜おやつとコメントと共にフランクフルトを回している動画を投稿しました。この動画によってファンからはキシ君の影響でコンビニでフランクフルトこいました。 といった声が相次ぎ注目を集めました。他のメンバーの SNS 投稿でも同様の現象が起きており、彼らの一般的な投稿が商品や店舗の売上に影響を与えていることが明らかになっています。今後、彼らは音源リリースやライブ活動などを展開する予定であり、その成功によって広告業界にも大きな影響を与えることが予想されます。 ファンの熱狂と購買力は彼らの活動をさらに支え広告業界においても新たな可能性を切り開くことになるでしょう。ナンバーアイの神宮寺雄太とその他のメンバーの成功は彼らの個々の魅力に加えて熱狂的なファンとその高い購買力に支えられています。彼らの SNS 投稿やメディアへの露出は 広告業界においても大きな影響をもたらしており、今後の彼らの活動に注目が集まっています。これからも彼らの輝かしいキャリアが続くことを願いたいと思います。